父信長忙しい。だが秀吉はほとんどその忙しさにたまらぬと口をこぼしたことがない。鳥取を始末し馬の山に退陣し姫路城へ帰るとすぐ、船舶はどうだ、十分に用意はあるかと船出の者へ質問である。四国へ渡海する考えを持っていた。なぜならばこれより先に黒田官兵衛の手勢は鳥取城の陥落を見ずに寄せての陣から後退して急に淡路へ渡り、四国に散在している雑然たる敵勢の烏合にしらみつぶしの消滅を加えていたからである。四国に勢力を持って完全信長に対抗している敵は由来長宗壁元親であったが、信長はその敵に対して三好の一族を遠くから援護して当たらせ、とにかく今日まではその進展を制してきた。ところがその三好の力ぐらいではもう長宗壁勢力の防火壁として立つにはおぼつかなくなった。九は秀吉に通報され、秀吉は鳥取工場中の兵力を割いて黒田官兵衛に戦国権兵衛を添え四国の宮へと赴かせたのである。しかし彼にとってはあくまで中国攻略が経営の根幹であり、四国は冒険に過ぎない。長宗壁元親なる者も風の中に放っておけば許可になる質があるとは思いながらも、今はそれ灰をかぶせて渦見火の程度にしておけばいい。淡路を占領して大阪と中国との海上を安穏ならしめ、その洲本城に戦国権兵衛を入れて四国の抑えを命じると、また直ちに官兵衛を連れて姫路へ帰ってきた。それが11月の半ば頃、そして帰るや否と言っていい。今度は備中の小島へ向かい出陣の指令を出す。そこの麦飯山城に植木出雲守が鮮明なる敵色を翻していたのだ。小島ダッシュの計はその前からも官兵衛が今のうちにとしばしば権限中だったが、その都度秀吉はまあまあと軽く聞き流し、あれには考えもあるからと言っていたものである。この際その考えとはどんなことかがわかるわけだったと、出陣の間際になってさてはと官兵衛にはうなずけた。かねて秀吉は長浜の自分の家庭へ主君信長の四男お継丸を養子として子受け、妻のねねと留守中寂しげな老母とにそれを預けて中国へ来ていた。そのお継丸もいつか元服の年頃となった。それかあらぬか秀吉はこの春以来、武将の子だ、陣中の根拠にもなれねばならんと長浜へ迎えを出し、わざわざこの戦場の地へ我が子を呼び寄せておいた。時には前線に連れて行って風雨にも打たせ、飢餓も味わわせ、怖い中を歩かせたりしていた。あんなにも厳しくなさらないでもと士卒たちが痛ましがるようなことも秀吉は知らぬ顔していた。今度麦飯山の出征には兵力15,000が発行を命じられている。秀吉はもちろんそれに対して老高な信と勇敢なる若手の将を舞台舞台に配置はしたが、総大将としてはお次にそれを命じると発表したのである。そして初めて軍の上に立って戦いへ臨む我が子を招いて、よく学んでこいよと言い聞かせた。勝ってこいとも死ぬ気で行けとも言わなかった。時にお次丸はまだ14歳だった。やがて12月の半ば頃、お次丸の軍は
功を遂げて凱旋した。父でもあり中国総督でもある彼だが、秀吉は凱旋将軍を迎えるの礼をもって我が子を待った。そして座に生じ肩をなでて、用をいたしてきた。どうだ、戦というものは面白いものだろうが、敵に勝つとはこうするものかということが分かったであろう、と言った。彼はまたこの喜びを一人で陶酔している気はない。もう一人自分以上に喜んでもらいたい人がある。いや、自分の満足感はさておいて、その人のためにこの喜び事を構成したのではないかとさえ思われぬこともない。お次が初陣の勲しをお聞きあられたなら、右大臣家に置かれてもいかばかりかお喜びあろうぞ。早速安土へ使いを立ててお知らせ申そう。朝の夜兵をしてその使者に選び、即日首相を持たせて安土へやった。もちろん右府信長へ宛ててである。書簡の内容を砕いて言えば、秀吉の興奮のままこんな意味がしたためてあった。早いものです。お次も14歳になりました。老母も愚妻のねねも日頃は目の中へも入れたいほど可愛がって、長浜の奥から外へも出しませんが、かくては行く末大器となる質をあたら母愛のため親が弱めてしまうようなものですから、この度中国の駅を幸い陣中へ招いて、つぶさに先人の飛雨三風を味わわせ、約1年を過ごさせました。そのためめっきり気丈者になり、骨柄も失礼ながらあなた様に彷彿たるものが見えまいりました。そこでこの度備中麦飯山の植木出雲守の征伐を言いつけ、15,000の大将となし晴れの初陣に立たせましたところ、攻略わずか1ヶ月足らずにて凱旋し、戦の統率ぶりも親の欲目ばかりでなく大出来でした。どうかともどもお喜びください。ついては年も押し詰まりましたし、久々でご健勝の帝王も仰ぎ申したく、近く聖母の儀を兼ねて出府いたすつもりです。その節なお詳しくお物語しますが、差し詰めお次もはや男一人前の働きもいたしたことですから、この機会に元服させて羽柴少将を秀勝と名乗らせたく存じます。秀吉の名は殿より頂戴のもの、その秀の一字はまた親譲りのもの、御意いかがでございましょうか。大体こんなふうに率直な親心を述べた書簡であった。信長の喜び方は一通りでなかった。その手紙には目を細くして何度も繰り返し繰り返し読んだものである。我が血を分けた子、四男のお次丸、それは臣下の家とはいえやはり他家の獅子にやってあるということは、親心の当然として絶えずどこかでどう育っているやらと案じられていたものに違いない。信長も心から満足いたしおるとよろしく伝えてくれよ。そして筑前自身聖母に出府のよし、心待ちにいたしおるとも申し添えて。使者の浅野弥平は熱くねぎらわれて姫路へ帰った。この前後である。信長にとってはもう一つ同じことが重なっていた。それは年久しく甲州に父として養われていた末子の五男五坊丸が甲州の使者に伴われて安土へ送り返されてきたことである。用心堀。信長の第五子御坊丸というのは、ずっと以前美濃の岩村城の城主遠山景遠へ養子にやった子であった。元亀3年の頃、
その城主は没落した。城もろとも御坊丸の身は敵方なる甲斐の武田家に引き取られ、以来信長の血筋なので武田勝頼は良い人質と手元に養っていたものである。それをその御坊丸の身をわざわざ甲州から送還してきたのであるから、信長の喜びは秀吉からお次丸の元服を報じてきた以上でもあるはずなのに、そうかと言ったのみであり、御坊丸の成人を見ても大きくなったのという一言を与えただけで、あとは家臣と一緒になって甲州の使者を歓待する宴席へ臨み、自身酒を勧めてばかりいる。なぜか御坊丸様のお帰りにはさしてご気色も伺われぬが、家臣たちの方がかえって今度のことを慶賀し合ったり、またその喜びの見えぬ信長を物足らなく感じたほどだった。時なく甲州の使者たちは満足して帰った。信長はその後ですぐ、時なるかな、時なるかな、ついに待っていた日は近づいたと自息の腹心に漏らした。そしてなお言うには、甲州の勢いもはや落日の退色を表してきたではないか。我から求めもせぬ父を送り返してきたことは我に寄せる甲州の美体でなくて何であろうぞ。この一時によって見るも公軍の内容に昔日の息は衰えてきつつあること確かである。かぜん彼は我が子の無事成長を見たことよりも、その一瞬に公軍の衰弱を直感して、父として喜ぶこと以上の喜びを別なところにもっと大きく一人歓喜していたのであった。死者の歓待に自ら出て何かと胸を開いて語り合っていたような振る舞いも、死者の言葉などから自己の直感を牧して、その確信をつかむためであったことを後になって、はあ、そういうご遠望であったかと自息の腹心たちはようやく悟り得たのであった。日頃信長が手元に集めている甲州の金城やら今度の使者の言などを総合して、もう一つ信長をして甲州の膨張を確信させたものは、武田勝頼がこの夏の7月以来、父祖代々の住まいである躑躅ヶ崎の居館のほかに、御神父と称する新次郎を甲州韮崎のほとりに築いて、もうそこへ引き移っているという事実であった。信長はそのことを指摘して、信玄はやはり信玄であった。彼はその尊上中に天下へこう言っていた。我一代のうちは甲州四軍のうちに決して城郭は構えず、堀一重の館にて結構ことはたるなりと、今勝頼の代になってそこを引き移り、新次郎に寄ったのはすでに父信玄の自信を失ったからであろうとも言った。書庫のうちから一面の白絵図を取り出させて、彼は自息の腹心たちへ、それを広げてみよと命じた。味方の長者が苦心して写し取ってきた甲府の躑躅ヶ崎の絵図面である。これを世上一般では甲巻と称したり、親方と呼んだり、また躑躅ヶ崎城とも言っているが、決して城造りではなく、平凡平坦な土地に水堀一重巡らした大きな邸宅に過ぎないのである。東西155軒、南北106軒という広さではあるが、1畳ほどの月土手と四方の門と用心堀があるだけだった。どうじゃ、これを見ても信玄は甲斐一国を城としていた意気がわかろう。しかしすでにこの勝頼となっては甲府韮崎のみしか彼の城でない。信長はすでに甲斐一円を我が手にしたように、白絵図を覗き込んでいった。